お疲れ様でしたお疲れ様でした今日ねめっちゃ楽しかった怪談 <laughs> 話やばい <laughs> いやまだね全然紹介してない怪談話もありましたからね、うん、えなんか私でもさ他のね曲も気になってるんだけど、うん、教師のそのことの曲集で、はい、なんかここぞっていう怖い私が好きそうなやつないの、うん、あのね、うん、僕が入れたかったけど、うん、入れなかった話があって、うん、それはね本当は7曲にして入れるかと思ったんだけどちょっとバランスが悪くなっちゃうから入れなかった人を食べちゃう鬼の話があるんですよ、うん う階段と右月物語両方に似たようなバリエーションの話があって、うん、あの僕が印象に残っているのはお坊さんがあるあのお寺にいて、うん、そこに自分お弟子さんが入ってきて、うん、すごいその人を可愛がってる、うん、でもある時そのお,お弟子さんが亡くなってしまうんですよ、うん、でそのお坊さんがねそのだって要は仏に仕える身ですよで欲とかもしてたはずなのにそのお弟子さんに執着しすぎて食べてしまうんですよ。 全てでそれ以来そこの寺にはそのニバルあだからそういう感じでそのどっちも選び方、うん、それをどうしても書きたかったんだけどさすがにさすがにどうだと思ってでちょっとそれはね迷って迷って書くのをやめちゃったんですけど。 いやなんかさいつも曲集作る時に結構取材をめっちゃしてから作るじゃん、うん、あそうですね僕だって今回すからね <laughs> すげえ今回時間かかったんですよ <laughs> じゃあもうめっちゃあれじゃんあの怪談博士になってんじゃん今そうだからその中でも、うん、あのテーマを決めてからはその話ばっかり読んでるから,、うん、1>, だから1回さーっと2回読んですべての本をね「うん、うん、もうとの物語」が大変だったんの物語入れたんだよね あのね、遠の物語って、読んだことある人いるかな、和楽器バンドでもテーマにしてるじゃん。あんまり内容がないんだよね <laughs>。あのね、そう、あれって、あの噂話とかも集めてるから、うん、もうね、もうふわっとしてるにも程があるだろうみたいな。<laughs> え、だ、どれ選んだの?。遠の物語は、うん、えっと、今回は。 えとね「天下」っていう曲が「権ゲ様」っていう獅子舞の獅子みたいなあ,、うん、あれが火を食べる妖怪な妖怪っていうかまあ神様なんですけどそれと「元老」っていうのが、うんえっと「いつも海の向こうに同じ街が見える」っていう話があってそれをちょっと膨らましてもう今の話はねそんぐらいなの「海の向こうにいつも同じ街が見える」みたいな話が1個あるんですよ。<laughs> <laughs> で100何個ある話の中からそれをピックアップして。うん いや、うちらもさ、トーンの作ってる時に、結構限界感じてたよね、うん。いや、あれね、話を選ぶのが本当大変で <laughs>。雪女の息子たちは元気いっぱいだみたいな話があるんですよ。<laughs> もうこっからどうやって曲にしろとみたいな。<laughs> 内容がないんだよね。そうそうそう、あれはね、ちょっと読むのきつかったな。うん、<laughs> なるほどね、なんか結構やっぱり、本見ながら曲聴くと、面白そうだな。あ、そうそう、で、全部がちょっとずつ、目線を変えてるので。うん その本で書いてある目線ではない裏目線で全部曲を書くようにね、うん、ちょっとしてるのでなるほどねじゃあじゃあじゃ今日さツイッターの応募すごくあったけどうん、うん、紹介しきれなかったやつもちょっとさ触れていきたいなって思うんですがちょっとじゃあアフタートークで触れる方はねステッカーが、ね、お送りできないんですけれどもはいアフタートークで読まれたよっていうね栄冠を胸に「申 <laughs> し込めなさい <laughs> 読むなよ本編で読めよ」みたいになっちゃうじゃん <laughs> まあまあまあね <laughs> えーっとかかありますか僕はね、えー、っとちょっと気になっていて読まなかったのがあってごめんなさい読まなくてすいませんねこれはねラジオネーームマチス、うん、前に乗っていた車の後部座席の真ん中あたりに小さく赤黒いしみがあったのですが日に日に大きくなり半年後にはシートの半分以上が赤黒いしみに。 そして背もたれのところにも点々とついていてよく見たら子供ぐらいの手形がその後もその車に半年ほど乗り続けますとある日夜に友達とご飯を食べに行って夜中に解散した翌日一緒にいた友達から連絡があり昨日は言えなかったんだけど後部座席に「おばあさん乗ってたよ」と言われてゾッとしましたおばあさんと子供ずっと後部座席にいたのでしょう、うん、みんな経験してるなしてますよねこれは乗るなとはい、はい、半年もその後 手形が見えたら半年も乗るなと言いたい。<laughs> <laughs> まあね、見ないようにね。そう、もっと敏感になろう。<laughs> 私もね、うん、じゃあね。 これ行こうかなラジオネームゆき姉さんはい小さい頃寝るか寝ないかの狭間で体がふわふわ気持ちよくなり目を開けると空中にしばらく気持ちがいいのでふわふわしてから何気なしに下を見ると自分が寝ているのを見て怖くなり戻れるように念じながら目をぎゅっとずむり再び開けると元に戻れてましたこの日から金縛りによくあすごくないゆうたえりだつそうですね <laughs> ってやつでしょ <laughs> 一千超えましたねゆき姉すごくない きねは今もやろうと思ったらできる気するの <laughs> やろうと思ってできんのかなゆったりだつって <laughs> 出ちゃったみたいなもんかな、うん、えでもすごいこう私も金縛りはよくあってた時期があるけど、えー、なんか実家の、あのー、和室うん、うん、なんだけど和室うちの父がさ、うん、設計したお家なんだけどもともと和室だったのが古くなった時に一回こう改築して、うん、洋室に変えたのよ 洋室に変えたのでその部屋さ神棚があるんですよなんだけどあのその部屋で私自分の部屋がなかったから寝てる時期があったのね結構青春時代青春時代。うん、に入ってから、うんうん、1人部屋が欲しくなったんでその部屋をで寝るようになったんだけどその部屋ねめっちゃ金縛りに合うのよ。 うん、で私がもう自分の部屋いらなくなって弟がその部屋に使うようになったのそしたら、うん、弟もめっちゃ金縛りにあうんだって <laughs> うんだから改築したのいけなかったかなってふと思ってるずっと二人で言ってるあ<ー>でもその部屋で寝たことあるの私と弟しかいないかなうんうん、うん、だ金縛りもさどういう感じかですよねなんかさ、うん、それこそ白い髪を振り乱したおばあさんがさ上に乗ってこう手足を押さえてるとさそういういいの一切ない怖いじゃんでもさ、うん 緑の小さいおっさんがさ糸で全部胸つきちゃったって思ったらさ <laughs> ちょっと可愛いじゃんいやなんか誰かがいるとかそういうの一切感じないんだただ動かないだけなんだそう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 なんか覚醒しちゃう感じへえ<ー>す、うん、かなないんかさ <laughs> 日本ってさこう意外とさこう <laughs>、うん 気づくと幽体離脱してるみたいなんだけどさ海外とかだとさ、うん、エクトプラズムでさ口からなんか魂が出てくみたいなのが多いじゃん。そう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 そ <laughs> うん。で海外はやっぱさポルターガイスト的な。で日本はあんまポルターガイストみたいなのないじゃん。でもまあ、うん、妖怪がさポルターガイストか、うんうん、傘が動くんだもんね。 変だからね私今ブリッジ練習してるからいつかエクソシストやってやろうかと思ってるけどあそれ今年のツアーでいいじゃないですか登場シーンでダバ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 ってそんなできないからで舞台の真ん中行ってバッと起きればいいんだから超怖いっすよとさブリッジ難しいんだもんさ大人になってやって。 で見てみたらさ、できなくなってるもんだなって。ブリッジ難しいですよね、うん。でもできるようになったんでしょ？なりましたなりました。これなんか僕が最近ヨガにハマっててブリッジを進めたんですよ。うん、肩こりとかがね良くなるっつってね、うん。だから頑張って毎日やるんだけどさ。うん、で一<や>ヶ月でできるような。すごいよね。えこの間だ一週間って言わた。ただ一週間であの上がりちゃんと上がるようになって一ヶ月で苦しくなくなる。<laughs> ね、全く。そうそうそう,そう。今騙されたと思って。え <laughs> この間だ一週間って言ってたのに。一週間でちゃんと上がるようになるよ。 みんなもブリッジねそしてあの入隊長がねエクソシストならえいやいやいややめてやめて本当にそれはできないかあ思い出したそうマナコのねレコーディングははははいいいい押してたんですあるところでえっとね世田谷区だったかなあれあ世田谷のスタジオそうでマナコっていうのがさっき言ったヘビが女の人に化けてる話なんですけどそのレコーディングから出た目の前の通りが 白蛇通り白蛇通りとかいうところでまっすぐ正面に鳥居にもう蛇が藁で作った蛇が絡みついてる神社があって「なんだあれは!」っつってエンジニアさんと一緒みんなでそこの神社行ってそこは蛇のお祭りを毎年してる神社ででも蛇の話を撮ってる最中に表紙もさ今回この「まなこっていうのをテーマにして作ったんですけど表紙もそれに決まって 張り締めてるところでその蛇の神社がある通りにあるレコーディングスタジオでやるのかちょっと運命的じゃないですかうんご縁だそうで結構みんな盛り上がっちゃって多分清は欠かされてまなこさんにそう私も砂漠の子守唄の感覚と同じだと思うわ <laughs> 欠かされれてるよこれはまあそう言ってましたもんね「サマクの子もりうたもん」も、うん、そ,そんな感じだと思うよ自信、ね、をねこの世にね残させられてるんだとでもマナコはねすごくよくできたかな <laughs> <laughs> 最後はジガジさ <laughs> よくできた曲かな <laughs> <laughs> いやみんなそれだけ自信がねあるのは絶対来たいって思うからさ <laughs> あそうですよね,ねうん、うん、いやでもすごいねあのー、いい感じに怖いものテーマにしてるね あ、そうまあ、バランスよくね。うんなんかゾッとするようなさ。うん、なんか日本と多くない。女の人のその嫉妬とかさがをテーマにしたお話残ってるものが多いよね。<laughs> お岩さん、お菊さんとかね。そうそう,そうそう、そうそう。 だからなんかそれがやっぱりあの鬼とか妖怪化して残ってるお話っていうのはうん、うん、とても上手に描かれてるしあそうならないようにしたいなってきっと誰もが思うわけじゃんふとねした時にね自分が鬼になってないかとかまあ、ねうん、思うといいと思うんですか。そのお話が残ることによってなんかこうお話を聞いてねうわーって思うわけじゃん誰もそしたら自分は鬼になってないかなとか思うきっかけにもなって子供にもいいと思う。うん <laughs> 子供にもいいと思うそうです、ね、子供にそういうお話をしてだ今のは深いですよね、うん、鬼は外にいるんじゃない心の中にいるんだっていうことですよねお分かりましたで <laughs> 先生ね <laughs> <で>、はい。じゃあまたそのうちコンサートでもやったらどうですかねこれなんかでもそれこそあれだな階段カフェ一人でやりたいなそういう夢は長く持っていった方がいいと思うねえ、うん、んか 緑色の落雁をさ人型に作ってもらってさ、うんうん、<laughs> 抹茶の横にこう並べてさ <laughs> それ緑の,、ね、緑の人がいる小さ,小さい緑にする採用されてる <laughs> <laughs> じゃあ今日もありがとうございましたありがとうございました